丸マ丸サは、北海道の地場資本の百貨店であった、丸井前の子会社で、札幌市などにあった、ファッションビルを運営、管理していた。1973年4月に、丸井前の子会社として、丸マ丸サとして設立され、STB 共発が所有する地上8階、地下2階のビルに、1974年10月1日に、ファッションビル、札幌丸サを開業した。 また、1991年に、丸井今井小樽支店跡の再開発ビル内に、小樽丸サを開業し、1994年5月には、札幌丸サ2を開業したほか、長崎や旭川店跡のビルに、旭川丸サを出店した。しかし、2000年に、小樽丸サ閉店、旭川丸サ閉店、2004年8月31日に、札幌丸サに閉店。そして、 2005年8月8日に、丸井前、札幌マルサの営業を譲渡し、2006年1月27日に、札幌地方裁判所に特別生産を申請した。その後、2007年3月に、札幌マルサは、丸井前札幌本店大通別館として、新装開店したが、2014年8月3日に、閉館した。なお、 丸い毎札幌本店大通別館店舗後のビルはアイファーマシーズが全館を沈借し約20億円かけて改装し2015年9月12日にレトロアルトロアを開業ありがとうございます